このところようやく寒さが弱まり、日中は冬用のコートがいらない日も出てきました。ただこの週末は再び寒の戻りがありそうです。こちらは今日11時時点での寒気の様子なんですが、平地でも雪となる目安の寒気が北日本までは南下してきている様子です。ただ週末になるとこの寒気一気に南下してきます。6日日曜日になりますと、平地でも雪となる目安の寒気が関東南部まですっぽりと覆う見込みです。さらに冬型の気圧配置も強まるため、日曜日は北陸から北日本の日本海側を中心に荒れた天気となる恐れがあります。最新の気象情報を必ず確認するようにしてください。では明日の全国のお天気、まずは予想天気図から見ていきます。明日は前線を伴った低気圧の影響で、北陸から北日本の日本海側では雪で吹雪く所もありそうです。お天気マークで見ていきましょう。北陸から北日本の日本海側では明日は雨や雪の降るところが多くなります。特に北海道では広い範囲で雪となりそうで、吹雪くところもあるでしょう。一方で九州から関東地方では日差しが出て、だいたい今日と同じぐらいの気温まで上がる見込みです。ただ朝の冷え込みは今日よりも強まる見込みです。一日の寒暖差にお気をつけください。続いてこの先の全国の天気です。沖縄はこの先雨の降りやすいお天気が続きます。また九州から関東地方、この先は晴れて花粉の飛散量も多くなりそうですから、花粉症の方はしっかりと対策を行うようにしてください。そして週末になると一時的に気温もこの時期としては低くなるところありそうです。寒暖差による体調不良にもお気をつけください。そして土曜日の午後からは北陸から北日本では天気は下り坂となります。日曜日は一日を通して雪で吹雪くところもあるでしょう。